はい、こんにちは。ビゲファンです。今日は、もっとプロゲーマーさんの出してる動画で、一番スコアを取る方法っていう動画を見たんで、ちょっとそれを気にしてね、実践してみようと思います。まず取れそうなところにね、マーカーをつけておけば、ポイントが手に入るっていうことなんで、マーカーつけて100点ゲット。で、C にマーカーをつけておいて、敵は B にいると。B の方向から敵が出るんで、ここで足、おっと、敵が、こういうの苦手なんだよな。ここで足止めをしておくと。C、多分味方取れんじゃないかな。取ってるね。なんで多分100ポイントこの後もらえるでしょう。ここで敵の邪魔をして、後ろからスコップで殴り殺していく。でね、味方に C を任せたんで、私は B を取りに行けますか。ね、取れそうな拠点にマーカーをつけるのが、基本的にね、試合に勝てばボーナスが1.5もらえるので、勝つための動きをしていきましょう。で、後ろからこうやって邪魔をしていく。もう一人ぐらいやりたいが、弾が。いける。いけるいける。もう一人。もう弾がない。ああ、切り替えが遅い。無理か。まあ、こんなもんでしょうね。で、状況は？状況どうなってんだ？A と B。じゃあ A を取りに行きますか。まず A を。いやー、B でいいや。B を取りに行こう。ちょっと A 後だな。まず B を取って。この距離はちょっときついな。いや、気にせず B を取りに行きましょう。ね、突撃兵はここ苦手なんだよね。もう狙える敵がいないんで、ただ取るだけ取って、どこ行きましょう。ここにはあんまり長居したくない。で、次は A を取りたい。A を取りたいが、自分は A には行かずに C に行く。味方に A を任せて C の邪魔をしに行きましょう。で、目の前の敵を1918で殴っていく。で、多分 C にはね、敵がいるんでね。おっと。看護兵を倒して、生き返った兵士を秒殺していく。で、C はもういないか。まあ、ここでアラート鳴らしていきましょう。多分ね、敵すぐ向かってくるんでね、自分一人じゃ取れないとは思うんだけど、鳴らすことに意味がある。おっと、目の前に敵が、ショットが撃ってくる。もう一人見えた。ちょっときついんで下がる。こういう時はね、無理しなくていいんで、敵に取らせてあげましょう。で、C を取って安心した敵は、こうやってね、油断している敵を軽々と倒していく。で、C、このまま鳴らして、お、B が、B 取ってくれてるね。で、B の方が早いんで、B に切り替えましょう。そして B が取れて、100点ゲットした後に C をマークして取っていくとね。これ大事ですね、このやり方。取れそうなところに先にマークをしておくと。で、こっち敵。ああ、B の方にいるかな。もう取るところないんでね。B 行きますか。B って敵を殺しに行きましょう。お、取ってる。おっと、左から撃たれた。上か？ちょっと気になるんで見に行きましょう。いないね。敵いませんね。味方がやってくれたかな。さて。B を取りたいが。で、マークをして。まあ、これでね、もうあと B ほっといていいんで、違うとこ行きますか。と言っても行くところがない。適当に敵を発見しに行きますか。と思ったら B に敵が、あ、もう一人。これは B 取られますね。適当に敵の背後からマシンガンをぶっ放す。で、もう何人、あ、これはちょっとやられてしまいました。まあいいや、これ。で、B が多分これ取られるね。B 取られる。まあ、取らせてあげましょう。でもな、B しかないんだよな、もう。B マークするしかないね。B マークして、自分は他の警戒をしていきましょうか。と言っても敵いないよな。おっと、目の前に敵が。お、なんで燃えてる？で、まあ、しょうがない。B 取りますか。B を取っちゃいましょう、もう。攻めちゃって。で、あ、左から、あれ、上だな。上はね、ちょっと突撃兵じゃ、この向きじゃ狙えないんで、無視。仕方してみましょう。おっと、やられてしまう。だが、マークはしているんで、味方が取ってくれれば100点だ。まあ、これ取ったでしょうね。ありがとうございます。100点。で、お、A が取られてるね。じゃあ、A に向かいましょう。もうそんなに行くところがない。目の前に敵を軽
軽々と倒していく。で、にマークをして、中野もう一人をやり、うん、いない。味方が倒してくれたかな。で、A をゲットして、合計300点。お、C 取られてるね。じゃあ、私は C に行きますかね。多分、そこから出てくるでしょう。ここ出てくる。お、味方が取ってくれてるが、マーカーがニュートラルになってる。誰もいないね、これは。ただ、どっかで待ち伏せされてるかもしれないから、警戒しようと思ったらいた。おっと、これはもう勝ちましたね。押して、で、C を鳴らしていく。で、味方は B を取りには行ってないね。じゃ、C 取ったんで、そのまま B にマーカーをつけて取っていきますか。でね、どこかな敵。多分 B ぐらいにいるでしょう、いっぱい。おっと、上にも目の前にも行ったんで、こいつを適当に倒して、なぜかヘッドショットを取っていく。で、もう一人、ただ直線だから、逃げ場はないぞ、お前。そして倒す。で、B を取っていくが、上に敵がいるんで、適当にグレーを投げていく。で、A も C もね、アラート鳴らされてないからな。もう俺は B、取っちゃいますか。いや、ここはあんま好きじゃないんだよな。怖い。狙える敵がいない。おっと、いたいたいた。でも当たらねえんだよな。お、なんかヘッドショット判定が出たけど。倒すにはちょっと距離的には厳しいか。ということで B が取る。B を取ってきた。で、C。A 取られて C 鳴らされてるね。両方多分取られるんで。じゃあ、A 行きますか。A に行って。おっと、味方が敵を倒してくれる。暗い。見えない。グレ来た。ちょっと逃げちゃおう。これ C 行った方がいいか ?C つけて、でも俺は A に行く。ちょっと味方 C 頼みます。私は A を。と思ったらもういなかったか。じゃあ A を取るか。で、マークして、ポイントをゲットして、で C 行きますか。で、オープンにね、今敵がいたんだけど倒してくれた?いなさそうだね。お、B。あーでも B 取れないか。B の方に集まっているな。じゃあ C は、C いけるね。C を取っていきましょう。で、C を取ったらもう多分終わりかな。おっと、敵がいたが、こっちは有利ポジション取っている。まず打ち負けないね、あなたら。この距離はね、191やつ強いからね。え?おっと。いるか?敵が来たような。足音する。右。いた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 。一人、二人、二人。ヘッド当てて、ハンドガンで味方が倒してくれた。と思ったら、フラググレネードで爆死して、勝利。どうだ、結構ポイント的にはいったんじゃないか。6418。で、ボーナスが入るから、1.5 かな ?9000 ぐらいでしょ、これで。これで10分切ってたら結構、高い点数に。8分これも1000超えましたね。KPM1000 超え。なんとかいけました。ということでね、某、元々プロゲーマーさんの動画を見て実践してみたんですけど、一気にね、KPM1000 超えちゃいましたね。さすがとしか言えないっすね、これは。その元プロゲーマーさんの動画のね、リンク下に貼っておくんで、皆さんもちょっと見てください。スコアすごい上がります。ということで、以上です。ありがとうございました。